白馬ジャンプ競技場です。雪が激しくなっています。横殴りの雪。すでに金銀銅のメダルを取った日本ジャンプ陣、世界トップクラスの実力をオリンピックのこの大舞台で証明してきました。長野オリンピック準ジャンプ最後の種目、団体戦 K120。 解説はレイプラシッドオリンピック 70m 級の銀メダリスト八木博和さんです。ワールドカップ国別対抗戦で断然トップをいく日本が初めての団体戦制覇に挑みます。気象コンディションです。9時現在気温氷点下1度9分、雪温氷点下0度1分、湿度 87%、 天気雪と発表されています。9時半競技開始は予定通り、しかしそれに先立って行われましたトライアルジャンプが途中で先ほどキャンセルになりました。現在これはテストジャンプが行われています。したがって今日は練習ラウンドなしで9時半からいきなり1回目のジャンプが始まるということになりました。ジャンプ台のプロフィールです。赤い線が K 点、踏切地点からこの台は 120m です。ジャンプ台を建築するときの基準になる点ですが、まあ、ここまで飛びますと飛距離点60点がもらえる点になります。今日はラージヒル、ここを基準に1メートルについて 1.8 点ずつ飛距離点が増減されていきます。ご覧のように今も激しい雪が降り続いています。八木さん、はい、先ほどのトライアルの時のですね、ジャンプ各選手見ていますと、スピードで助走路が87から88キロぐらいのスピードで、はい、各選手距離を伸ばすことができませんよね。そうですね、この雪ですとね、大きなやはり影響が出るんですね、はい、ですから競技運営サイドがですね、考えている以上にアプローチの雪の状況がですね、非常に悪いと、はい、スピードが上がってこないという状況が続きましたね、はい。団体戦は各国4人ずつが2回飛んで得点の合計で争います。4つのグループに各国1人ずつが入ってきます。グループの中の飛ぶ順番はワールドカップポイントのないカザフスタンが今日各グループの最初に飛んで、それ以降ワールドカップ国別ポイントが少ない順に飛んでいきます。日本は現在国別ポイントでトップをいきますので、各グループともに日本選手が13番目、一番後に飛んでいきます。その1つ前がドイツ、さらに後ろから3番目がフィンランドという順番です。日本は1人目が岡部、2人目斉藤、3人目原田、そして4人目船木というオーダーを組んできました。そしてドイツがハンナバルト、シュミット、イェックレ、トーマ、フィンランドはニッコラ、ライティネン、アホネン、ソイニネン、オーストリアがシュバルツェンベルガー、ヘルバルト、ホルンガッハー、ビドヘルツェルというオーダーです。今フォアジャンパー、テストジャンパーが飛んでいるところです。まあ、これはシュプールに入っている新雪を取り除いて滑りのスキーの滑りを良くする、そして、まあ、ゲートの距離を調節して、まあ、スピードもテクニカルデレゲートというかジュリーが見ていくということになります。先ほどよりは距離はこのテストジャンプを見る限りでは伸びていきますが、しかし八木さん、はい、どんどんとこの新雪がですね、はい、降り続いてくる、スキーの滑りがですね、ええ、前の選手との間隔の時間が長ければ長いほど滑らなくなる、はい、そうですね、この状況ちょっと影響ありますね、はい。日本のオーダーです。1番が岡部、そして2人目斉藤、原田、船木となりましたが、続いてドイツのオーダー、ハンナバルト、シュミット、イェックレ、トーマ、一番怖いハンナバルトをドイツは1人目に持ってきました。八木さん、はい、まず日本のオーダーですが、はい、原田が3人目でしたね。そうですね、ですから、4番バッターがですね、3番に来ただけで、やはり中心になって、展開するのは原田君だと思いますね。そういう意味では第3シードまでで決めてしまおうというシードでしょうね。さあ、長野オリンピック準ジャンプ最後の種目、団体戦 K120 始まります。The 18 Olympic Winter Games, Nagano 1998. We will now start the K120 Team Ski Jumping. 第18回オリンピック冬季競技大会。ゲートナンバー26。スキージャンピング。踏切台まで、踏切地点までの距離が 94.7m という助走路です。ここでまたテストジャンプが行われています。危ない。今八木さん、かなり、はい、
まだテストジャンプですけれども、ブレーキがかかる状況なんでしょうかね。そうですね、昨日までですね非常に暖かい状況が続きましたので、その上に新雪新しい雪がかかった状況になりましたので、はい、昨日までの水分がですね上に上がってきている状況です ね。これがフィンランドのオーダーです。ニッコラ・ライティネン、アホネン・ソイニネン。フィンランドの方は八木さんがアホネン・ソイニネンと、まあ力のある選手を後ろに揃えてきました、ね。はい、そうですね、フィンランドが一番考える限りではオーソドックスにオーダーを組んできたと思いますね。そしてオーストリアはシュバルツェンベルガー、ヘルバルト、ホルンガッハー、ビドヘルツェル、まあ、ビドヘルツェル、メダルを取ったビドヘルツェルが4人目。そしてオーストリアゴルトベルガーが今日は欠場ですね。そうですね、やはり前世紀にはほど遠いジャンプが続いてましたんで、はい、思い切ってやはりミカ・コヨンコスキーコーチはですね、変えてきましたね。フィンランドから今シーズンオーストリアのコーチになりましたコヨンコスキーコーチが組んだオーダーです。まあ、この条件さえ良ければ八木さん、はい、日本はですね、実力通りに行けば、はい、当然その金メダルに手を届けたから、そうですね、日本中心のメダルはそれだけとは間違いないんです、ですからね、この最後のジャンプ競技になりますけれども、できればですね、いい条件、青空の下でやりたかったんですけれども、ただやはり屋外競技の競技ですから、この辺は致し方ないことなんでしょうけれども、できればこの雪がですねカラッと晴れてほしいなと思います ね。まあ、1人目のグループ、2人目のグループといって、それぞれのグループ、まあ、最後も4人目のグループまでありまして13人ずつが飛んでいきますが、あとここで今選手がスタート位置から離れていきます。選手がスタート位置から離れます、はい、この状況ではですね、競技を続行するのが不可能という判断をこれから下すものと思いますね。今日はジュリー最低委員はテクニカルデレゲート技術代表がノルウェーのトルビョルン・イグセットさん、そしてアシスタント TD がドイツのボルフガング・ハップレさん、競技委員長笠井明夫さんです。The first round will be postponed 30 minutes until 10 a.m. 1回目の今アナウンスがありまして、ジャンプが30分延期ということになりました。30分後ということは、降雪が激しいためファーストラウンド開始を9時55分からテストジャンプが始まるということになります。そして10時から第1回の1回目のジャンプが行われるというふうに今発表がありました。やはり八木さん、この激しい雪、はい、まあ、テレビカメラを見ましてもですね、はい、その雪の粒がついて、はい、もう画面でもですね、はい、雪が見にくい状態で、そうですね、はい、ですからトライアルジャンプを見る限りでもですね、選手の安全がまず確保できないと、それとともにですね、やはり、この雪がずっと断続的に降り続けばですね、1番からスタートした順位がですね、13番目に飛ぶ日本まで同じ状況が確保できないという、TD の判断だと思います ね。 そうですね、まあ、せめてその雪あるいはその風もですね、今日は時折、はい、選手にとってはバック後ろから吹く風あるいは横から吹く風という、そうですね、非常に変わりやすいこの白馬の風、はい、それに加えてこの雪ですからね、そうですね、ですからアプローチのスピードもですね、ゼッケン1番がスタートした時点とですね、終了の時点52番が飛ぶスタートの順位ではやはり1キロないし2キロのスタートの違い、スピードですか、違いが出ても不思議ではない状況ですから、その辺はやはり競技の運営に支障をきたすということですから、はい、この中断はやむを得ないと思いますね、はい、まあ、先ほど8時半から今日はトライアルジャンプが行われましたが、飛んだのは18人、まあ、日本の岡部は第1グループの13人目だったんですが、もう見切りをつけてすぐに下に降りていきました、はい、これは非常にですね、ヘッドコーチからの指示だと思うんですが、非常にいい判断でしたね。あの時点でのスピードがですね、87キロ台ですから、そうでしたね、ラージヒルが行われた状況の中でも90キロ以上の出てたスピードですから、この状況で87キロのスピードで飛ばせるのでもトライアルジャンプトレーニングの効果がないという判断でしょう ね。非常にいい判断だと思いますね、はい、まあ、各選手 そのトライアルラウンドの飛距離を見ますと、かなり力のある選手が飛んでもですね、70メーターからせいぜい80メーターぐらいしか飛ばないという状況。